まずいことが起きたわ。そう。最近の動画を見てくれてる坊やたちなら、うすうす何が起きてるか、感づいてるかもしれない。はっきり言うわ。太った。しかも劇的に。昨日、鏡を見て唖然としたわ。すごいお腹が出てるのよ。もうこんな姿じゃ動画になんか出られない。恥ずかしすぎるわ。ああ、もう、こんな恥ずかしい姿で動画なんか撮れない。だから、このダスクモン戦慄の館の動画、なひりは今日をもって最後にしようと思うわ。また、痩せて、綺麗な姿になったら、みんなの前に戻ろうと思う。でもそうならない間は、私はしばらく、表舞台から去るわ。ただもしこの動画を見てる坊やたちの中で、なんか痩せるいいやり方とか、なんかもうワンチャンもうこれ飲んだら一発で痩せますみたいな、怪しい薬でもいいから、なんか教えてくれる人がいたら、ちょっとは元気が出るかもしれないわね。とりあえずもうダメよ。もうあんな姿じゃ、動画になんか出られない。恥ずかしすぎるわー。というわけで今日のカード紹介やっていこうと思います。ガチで太ったわ。びっくりしたわ。でもみんなもそういう経験あるよね。あるわよね。うん、そうよね。みんな人間だったら誰しもそういう経験あると思うから、気にしないでカード紹介やっていこうと思う。はい、というわけでまずは白のカードから紹介で、白のカードまず1枚目、監視への恐怖。怖いわ。てか、怖なんか口が怖。普通に気持ち悪いね。生理的に結構拒否る感じの口で、2マナ22警戒、アタックするたんびに情報1と、なんか似たようなやついたな。あれなんか、2マナ22でアタックするたんび、タップ状態になるたんび戦術1みたいなやついたよな。いたな、いくさらに。あれから考えるにだいぶ強くなったな、情報1だから。というわけで、今回、紅葉もあるから、情報のありがたみはでかいし、まあ単純に情報っていうので、まあドローを良くしていくこともできるんで、しかも警戒持ってるわけでしょ。なんか前のやつはタップ状態になったらみたいな感じだったから、その警戒とかもなかったし、まあこれリミテでは普通に超強いんじゃないかな。しかもエンチャントだからね、まあ違和感の誘発とかもあるし、まあ問題なく強いカードだと思いました。まあ構築はちょっと無理ですね。で、次のカード。で、次のカード、肌裂の人形、2マナ21、戦場出た時、カード1枚を引く。で、その後パワー2以下であり、これでないクリーチャーをコントロールしない限りカード1枚すると。まあなるほどね。まあこれ以外にパワー2以下がいたら、まあ2マナ21ワンドローなんで、まあなんかワンチャン構築とかもいけるんじゃないかな。そのスタンダードでウィニーみたいなの組んだ時に、まあ1ターン目にクリーチャー展開してれば2マナ21ワンドローなんで、まあ2マナ21ワンドローが強いことは銀エラの達人が証明してるんで、まあそうですね。まあでそうじゃなくてもルーティングだから、まあ最低ルーティングって考えたらこれかなり構築あるんじゃないかな。しかもアーティファクトタイプっていうことで、なんかいろんなそのシナジーも生みやすいので、まあ、パイオニアスタンダードあたりで期待できる1枚なんじゃないだろうか。構築に結構な期待を持っております。まあ、リミテッドは普通ぐらいかな。で、次のカード。で、次のカードが薄気味悪い双子でございますね。まあ、有名映画シャイニングの、まあ、オマージュカードで、そのシャイニングで、まあ、そのなんか廊下を歩いてたら、まあ、突然曲がり角に、まあ、そのなんか道の真ん中に女の子2人が立ってるっていうので、まあ、なんか何かしてくるわけじゃないけどさ、さすがにさ、無人のホテルに女の子2人いたら、ってなるわけで、なんかまあ、そういう、まあ、名シーンをカード化したものでございますね。で、まあ、映画シャイニングはね、まあ、すごい有名な作品だけど、ちゃんと見たことある人ってね、かなり少ないんじゃないかな。まあ、なんか古い作品だからさ、まあ、名前とかさ、名シーンはみんな知ってると思うのよ。そのジャック・ニコルソンがさ、壁からこうやってるのとか、まあ、それこそこの双子のシーンだとか。でもね、シャイニングはね、マジでね、見てる人ね、少ないからね。なんか、なんつうんだろうな。なんかね、想像以上に怖がられすぎな映画だとは俺は思ってる。まあもちろんその、怖い映画で面白い映画だと思うけど、むちゃくちゃ怖い映画じゃないと思うんだよね。なんか一時期さ、そのアメリカのなんかどっかの大学が発表した、なんか最も怖い映画参戦みたいなのっていうか、なんか最も怖い映画に選出された映画ではあるのよ。でもなんつうんだろうな。なんかトラウマになったりするような恐怖の映画でもないんだよな。なんか俺ね、シャイニングで一番最初に見て思ったのが、そのジャック・ニコルソンっていうさ、まあ、オスカー俳優が出てるのが、俺あれ逆にさ、怖くないんだよな。その、ジャック・ニコルソンがさ、あまりにもその、役者としてさ、表情豊かすぎて、もうなんかなんかね、その、ホラーの世界にいるにしては、もう演技がね、際立ちすぎてて、だから見ててさ、そのジャック・ニコルソンが、まあ、いろんななんか顔見してくれるのがさ、面白いなと思うけど、
面白いに寄っちゃってんだよね。で、逆にあの女優のあの、シェリー・デュバルかな、シェリー・デュバルはね、その、なんつうんだろうな、なんか、幸薄そうな女性の感じ、なんかホラーとめっちゃ合ってるから、で、あの人は怖かった。だからあの人が、なんか名シーンでさ、そのジャック・ニコルソンが演じる、あれ名前なんだっけ、あの人、役者の名前、まあそのジャック・ニコルソンに、その、なんかさ、立てこもってるところでさ、斧このガンガンやられて、あの、悲鳴上げてるシーンあるじゃん。もうあの顔が一番怖いから。だからね、なんかあの、シャイニングさ、まあ俺すごい好きな映画だけど、怖いかってなんかそんな怖くないんだよな。なんかね、ジャック・ニコルソンが、やっぱりその、役者としてその表情豊かすぎてさ、その、なんかあの、まあ、取り憑かれたのか、なんかその、狂ったのかわかんないけど、まあ、自分の奥さん殺そうとさ、まあ、斧でさ、その、ドア開けようとするシーンのさ、あの顔とかも、もうやっぱちょっとね、その演技力がありすぎて怖くないっていうのがちょっとあったかなっていうので、まあすごい話しとるだけど、まあこの隙見悪い双子の効果では、まあ4マナ22で戦場出た時戦慄よりするとっていうので、まあ4マナでまあ222体並ぶっていう、まあ想定のカードだけど、まあ戦慄よりするから、まあ片方の22は22以上秘めてるっていうので、まあなんかこのイラスト風な、なんか見た目の性能じゃないぞっていう風な感じのカードになってるんじゃないかな。で、まあ、4マナ22で、なんか前さ、てかあの、カルロフ邸に、その探偵トークンと22出るやつあったけど、まあ、あれとか強かったんだよな。まあ、あれ本体速攻あったからさ、また話別だけど、まあ、これ戦慄用紙だから、まあ、そうね、なんかアグロするときに、その、肉質は良くなるけど速度は出ないから、まあ、なんとも言えないけど、まあ、この手のカードは大体アグロで強いっていうのが、結構よくあるんで、まあ、なんかリミテでは期待できるカードなんじゃないかな。まあ、というわけで、まあ、シャイニングオマージュカードでございました。で、次のカード。で、次のカード、眉からの出現。なんか、すごい、エイリアン・ロムルスをちょっとあの、先取りしたの。俺、これ、エイリアン・ロムルスでこんなの見たぞ。なんかでも、まあ、そうだよね。なんか、別にアメリカでもまだこれ作られてる時とか公開されてないからな。というわけで、このカードは5マナソーサリで墓地のクリーチャー一体対象として戦場を戻すと。で、3点ライフ得る。まあ、リアニに原因がついてるって、なんか意外とない組み合わせなんだよな。で、これ墓地から復活系のカードは、まあ、基本的にはね、やっぱその墓地に何があるかとかさ、そのリミテでは定かじゃないから、あんま強くないんだけど、ただ今回重宝が結構あったりするんで、まあ、その過程で墓地落ちたりもするだろうから、まあ、普段のリミテッドよりかは、こういうリアニカード強いんじゃないかな。あと、ま、3点ゲインっていうのも、まあ、そのリアニのそのテンポロスみたいな時に、まあ、そのなんか最後押し込みで死んだりしないようにゲインできてるんで、ちょっといい感じかもしれない。まあ、ただ基本的には使い道ないんじゃないかな。で、次のカード。で、次のカード、小麦畑の孤児たち。怖っ。ね、これ生首やん。小麦畑の孤児たち2マナ21でアタックするたんびにタップ、アンタップ状態の望む数のクリーチャータップすると。で、そのタップした数だけプライチプライチ修正得れるんで、まあ、その面で攻めたり、点で攻めたりができるっていう感じですね。まあ、横にいっぱい並んだ時は、まあ、全部をそれ、火力っていうか、こいつのパワーに変えられるんで、で、しかもこれやることによってあれか、生存達成できんのか。だから今回のその生存ギミックを、なんかこいつのパワーに変えることでも達成できるから、まあ、リミテはもうとにかく強いんじゃないかな。その生存達成エンジンとしても強いし、まあ、普通に横並びっていうか、膠着した時とかに、まあ、その1点突破することもできるんで、そうですね。まあ、普通に強いカードで、まあ、構築はさすがにノーちゃんだけど、リミテでかなり活躍しそうなカードだと思いました。で、次のカード。で、続いては青のカードの紹介です。で、青のカード1枚目が、トンネルの偵察者3マナ22で、で、戦場出た時に11の恒例エンチャントクリーチャートークンを1体生成すると。まあ、これもなんかカルロフ邸に似たやついたな。なんか3マナ11で22探偵出すみたいなので、まあ、ただあいつなんかタップすると探偵にパワー修正与えられるみたいななんかおまけあったけど、まあ、そういうのがなくなった代わりに今回のそのギミックであるエンチャントタイプ持ってるから、まあ、これはこれで強いんじゃないかな。白のね、3マナ1122についてるやつは、まあ、リミテで強かったから、まあ、同じように強いんじゃないだろうか。ただ出るトークンが11なんで、まあ、ブリンクとかしてもそんな強くないっていうのが、まあ、ちょっとネックだけど、まあ、そういうなんか裏技しないで普通に3マナだけの運用って考えたときは、まあ問題なく強いんじゃないかな。そうね、エンチャント誘発だとか、あとまあなんかあるかな、他に。まあ高齢クリーチャーがいた時どうたらこうたらってギミックがあったんで、なんかそれがどんぐらい強いか次第かな。なんか高齢がいたら、なんか強くなるとかさ、なんか相手のアタックがどうたらこうたらっていろいろあったんで、
まあ、その辺とかのギミックがまた関係してくるのかもしれない。リミテで御用達、構築はちょっとノーチャンスで、次のカードで、次のカードフラットピットの溺れさせ、もうこのイラストレーターさんほんと怖いよね。もう俺この質感でマジでね怖いのよ。だから今回ね、そのホラー次元っていうこともあって、このイラストレーターさんめちゃめちゃカード描いてるよな。なんかイクサラの時もめっちゃ描いてたけど、なんか今回もね相当作品を生んでますね。で、こいつ、まあ、2マナ21瞬速警戒で、戦場出た時に対戦相手がコントロールしてるクリーチャー1体対象としてタップして麻痺カウンター乗っけると。待って、この段階で超強いんだけど、何これ。で、さらに2マナタップで麻痺カウンター置かれてるクリーチャー対象として、こいつとそれをライブラリに加えて切り直すと、むちゃ強いじゃん。てかまずさ、2マナ21で、その麻痺カウンター乗っけてタップとかがさ、もう鬼強いじゃん。で、しかもまあ、瞬速警戒とかで、まあなんか、うまい感じのそのバットリっていうか、まあコンバット前とかに合わせることもできるし、で、2マナタップで除去できるわけでしょ。だから相手の戦闘前とかエンド前とかにこれ出して、まあ寝かして、次のメインで除去みたいなので、うん。しかもまあ殴ってから除去できるからな、警戒あるから。何このすごい強さ。これ、なんかさ、もう構築いけるんじゃない？ここまでいったら。その麻痺カウンターとかがなんか他でさ、用意できるようなデッキだったら、もうなんなら2マナ21でね、運用しつつ、なんかそういうおまけもあるよっていうので、やっていけるからな。これ警戒あるのやばいね。ちょっとやりすぎ感がある。フラットピットの溺れさせでした。これ相当強いと思うわ。なんか構築目線でも星4個ぐらいあげたいな。で、次のカード。で、次のカード、呪われたウィンドブレーカー。3マナの装備品で戦場出た時に戦慄表示して、これをそれにつけると、なんかこれも似たやつあったな。で、装備クリーチャー飛行持つのと、まあ、装備3マナと。ああ、まあ、街頭のスーパー介護官ですね。まあ、カルロフ邸の、まあ、レアのカードで、まあ、装備クリーチャープラ1プラ0と装備、ブロックされないっていうのがあったやつがあんのよ。うん。デッキトップを裏側で偽装して、まあ、つけるっていうので、ほぼ同じ能力だけど、まあ、そうだね。まあ、あれより強いところは、まあ、一つもないかな。まあ、戦慄表示だから、まあ、一応裏側で出すカードのクオリティ上げられるけど、まあ、修正も飛行だからね、ブロックされないのが絶対強いし、まあ、でもま、飛行は飛行ブロックいけるっていう、まあ、後ろ向きの強みはあるけど、まあ、基本的には、ま、介護感かな。まあ、とはいえま、リミテッド用のアンコモのカードだからね、まあ、そんなもんでしょうという感じる呪われたウィンドブレーカーでした。まあ、ただリミテではめちゃめちゃ強いね。3マナでその飛行を持ってる戦慄表示がもうすでに強いし、で、装備3マナで、ま、張り替えたりもできるから、あ、装備3マナのはちょっとあれか、街灯よりも強いのか。うん。まあ、そうね。まあ、そこにちょっと期待できるかもしれないけど、まあ、リミテッド用カードです。で、次のカード。で、次のカードがエンチャント部屋で、底なしプールと更衣室でございます。底なしプールの方が1マナで、このドア解放した時にクリーチャー1体対象として、それをオーナーの手札に戻すと。まあ、操作リータイミングのバウンスだけど、まあ、1マナなんで、普通に悪くないんじゃないかな。まあ、相手のブロッカーどかしてパンチとか、まあ、そういうプランでもいいし、まあ、自分のなんか平和な心とか、食らってるクリーチャー戻したりもできるんで、まあ、左側結構悪くない。で、硬質が5マナで、あなたがコントロールしてる1体以上のクリーチャーがダメージ与えるたびにワンドローと。なんかま、別に左と右は全くシナジーなくて、まあ、右はよくあるその全体カササギ系のエンチャントですね。ただ1体以上なんで複数体がダメージ与えてもドローは1枚だから、まあ、普通のそのカササギかカードよりかは弱いけど、まあ、その左側にバウンスがついてるって考えたら、まあ、悪くないんじゃないかな。まあ、エンチャントヘアはね、なんか今回その特殊勝利だとかさ、なんかヘンテコギミック以外のカードは、まあ、全般リミテで強いと思うんで、まあ、かなり取り得なんじゃないでしょうか。エンチャントヘアでした。で、次のカード。で、次のカード、現実の湾曲。3マナインスタントで、なんかマナコスト的にカウンターありそうだな。モード1個選ぶと。呪文1個カウンターするか、戦慄表示すると。まあ、想像通りでしたね。まあ、3マナの、まあ、カウンターにおまけがついてるっていうので、まあ、どうでしょうね。まあ、取り消しっていうさ、かつてあった激雑魚カウンターの、まあ、上位互換ではあるけど、まあ、戦慄表示かカウンターって結構なんか使い勝手はいいんじゃないかな。そのカウンターがいらない盤面だったらクリーチャーになるし、で、そのクリーチャーも戦慄表示だからさ、まあ、有効な方を出せるっていうので、まあ、そうですね。なんかギリギリスタンダードで使えないラインなんだろうな。3マナのカウンターってね、やっぱ弱いんだよな。その3マナ構えておかなきゃいけないっていうのは、かなりの制約になるから、でやりたいことね、めちゃめちゃ我慢しなきゃいけなくなるんで、まあそうですね。まあ確定カウンターだから、やっぱその3マナになるのはしょうがないんだよね。なんかね、ここのね、2マナとね、3マナのね、カウンターの間ね、ものすごい壁分厚いんだよね。2マナのカウンターでむちゃくちゃ強いんだけど、3マナになると途端になんか、どんなおまけつけても微妙になるっていうのが、
常なんで、なんかね、それこそね、なんとだろうな、誤報じゃないけど、マナコストに 0.5 マナっていう概念がそのうち出てきてもおかしくない気がするな。リトルガールのあの 0.5 マナがね、なんかちょっと現実味を帯びつつある気がするな。そうするとね、多分もっとカードのやりとりね、なんか、いろいろあって面白くなるんだけど、まあ、そのやりだしたら、もういよいよ、もういよいよだと思うから、まあ、多分そんなことはないでしょうね。まあ、まあ、リミテでちょっと使えるかなですね。まあ、リミテでまあ、クロックかカウンターかって使い分けれるのは強いと思う。うん、リミテで活躍で次のカード。で、次のカード、ネバついた不審獣。4マナ25でアタックするたびにこれでないアタックリチャ一体が、ブロックされないと。まあ、4マナ25だからブロックされても落ちづらいんで、まあ、一緒に殴っても損しないし、他に殴ったやつがブロックされなくなるという。あ、なんか意外と強いんじゃない?まあ、4マナ25だからさ、こいつ出たターンのスタッツが結構いいんだよね。まあ、先手とかで4マナ25出したら、まあ、相手のそのなんか3-2とか2-1とかさ、その辺のアタック止まるし、てかまあ、3-3とかもアタックしても突破できないから、まあ、アタックゾーンになるんで、そうね、かなり普通に出たターンある程度仕事して、で、次のターンから、まあ、他のクリーチャーにアンブロ付与して殴れるから、で、まあ、こいつもさ、タフネス5あるんで、まあ、脳死アタックしても、そんな一方的に取られるサイズじゃないので、ちょっといい感じなんじゃないかな。まあ、押されてる盤面だったらね、4マナ25っていうサイズ、全然悪くないし、で、押してる盤面だったらこのアンブロが光るという、なかなかなんかね、アンコモン級の性能してるけど、まあ、コモンのカード、ネバついた不審獣でございました。あと、まあ、エンチャントタイプも持ってるんで、なんか違和感の誘発とかにも使えそうだなっていう感じですね。というわけで、青のカードは以上で、続いては赤のカードの紹介です。マジックでフリマならアルプラ9月分クーポン配布中で、続いては黒のカードを紹介で、黒のカード1枚目がね、アンコモンとは思えないぐらいの迫力満点なカード、不快な切断魔でございますね。名前が面白いな。オンラインゲームのなんか迷惑プレイヤーが不快な切断魔、もうなんか負けそうになったら切断するみたいな、まあ、負けそうになったら切断するようなやつは、まあ、こういう風に見えるんだろうな。むっちゃ腹立つからな。なんかこれぐらいの悪魔に見えるんでしょう。で、こいつ7マナ65なんだけど、唱えるための追加コストでエンチャントがクリーチャー1個さくらなきゃいけないと。ただまあこれ唱えるための追加コストだから、まあなんか踏み倒したりするときは、まあ無料でいいと。で、飛行トランポル6号で、こいつが戦場出たときに対戦相手はトークン以外のエンチャントさくって、で、その後トークン以外のクリーチャーさくると。あ、結構強くね、これ。あれこれさ、2個さくれっていう要求は、なかなか下環境とかでもリアにする価値あるんじゃないか。しかもトークンがダメっていうのはね、ちゃんといい制約持ってるんで、そうだね、なんか不快な切断魔、なんかその墓地から踏み倒すだとか、なんか別の方法で踏み倒すとかにかなり価値ありげなカードな気がするな。うん、そうね、まあその唱えるための追加コストまあまあ終わってるけど、まあこれ運用したいデッキって多分踏み倒すと思うから、なんかエンチャントとクリーチャー一個ずつ炸裂たらクリティカルに刺さるなっていうのがあるかな、なんかその下環境とかで。まあちょっとそれわかんないけど、まああとコマンダーで超強いね。コマンダーで全員がトークン以外のエンチャントとクリーチャー炸裂ってなったら、まあその、なんだろ、息詰まる徴税だとかさ、リスケンだとか、まあその辺炸ってくれるし、まあクリーチャーは言わずもかな、なんか炸ってくれるから、これ強いんじゃない?うん。ね、カーリアデッキとかもとりあえずもう入れるもんな。そう、カーリアで踏み倒すデーモンとしては、相当いい感じなんで、うん。なんかタイマンの構築フォーマットでもやりそうだし、コマンダーでもお呼びがかかりそうな不快な切断魔でございました。不快な切断魔ってめっちゃおもろいな。で、次のカード。で、次のカードが人気者の利己主義者。3マナ3-2で2マナでエンチャントがクリーチャーであり、これでない一つを生き捧げることで、ターンシュルジまでこいつが破壊不能を入れるけど、まあ、タップすると。で、あなたがパーマネント1個炸るたんびに対戦相手1人対象として、そのプレイヤーは1点ライフ失って、あなたは1点ライフ得ると。この下の能力が強いな。下の能力がまあまあ強いな。うん。だってもうなんか、トークン炸りまくってるだけで、これドレインでしょ?なんかソーランの悪魔だっけ?あれ、波乱の悪魔か。波乱の悪魔とまた別の強みがあるな。てかさ、俺、これイラスト見た瞬間さ、なんかリミテッドとかでいい感じの活躍するカードなんかなと思ったけど、これバリバリ構築いけるだろ?これ下の誘発えぐいな。いや、このカードこんなちゃんと強いのマジで驚きでしょ?誰も想定しなかったんじゃないかな。そう、イラストはね、なんかちょっと前に公開されてて、まあなんかよくあるイラストでさ、まあアメリカ映画のそのハイスクール系だとさ、そのスクールカースト上位の女の子が、まあ自分のその親友みたいなのを切り捨てて自分だけ助かろうとするみたいな。なんかよくある展開なんだよね。だからそのよくある展開をカード化したやつだからさ、まあカードとしては面白いなって思ったけど、まさかちゃんと効果までこんな面白いと思わなくてびっくりしたわ。これ、なんか、スタンパイオニアはもうとりあえずいけるだろうし、で、あとまあ、コマンダーとかでもね、なんかその、サクるたんびドレインっていうのは、
なかなかね、しかもなんかパーマネントなんでもいいわけじゃん、なんか土地じゃないとかなんかそういうのないから、結構まあフェッチェ切っただけで1点とかもね、あの魅力的なんで、いや相当強いカードですね。なんかもうイラストふざけてる割にすげえカード強くてそこにすごいなんかモヤモヤするかな。まあ俺全然俺はウェルカムだけど。でまああのこういう状況を知らない方のためにまあ一応説明しておくと、まあアメリカのそのハイスクールにはね、まああの本当になんか日本では考えられないぐらいしっかりとしたカーストがあるんですよ。まあ日本でも1軍2軍3軍みたいな概念はあるじゃん。まあそのなんかあの勉強できて、まあスポーツできるやつみたいなのがいろいろ順序があって、まあオタクが最下位にあるみたいなさカーストあるけど、なんかアメリカのカーストはね、もうそのより如実というかすげえ細かい上に、もうあの覆らないんだよな、特に上の部分。その一軍ってか、まあ最強位にいるのが、まあジョックと、まあきあのクイーンビーか、クイーンビーって呼ばれるそのアメフト部のリーダーと、そのアメフト部のリーダーと付き合ってるチアリーダーも、これはねもうあの最強なのよ。多分あの校長先生よりも偉いです。まあ俺のちょっとイメージ入ってるけど、もうあの学校でも最も偉いです。でそのまあ今回多分これクイーンビーなんだよ、この女の子は。でそのクイーンビーのその取り巻きのあのサイドキックスって呼ばれてる女の子が多分この切り捨てられて私だけ助かるわみたいな、多分そういうシーンなんだろうね。でこれ逆パターンもありますね。そのサイドキックスがあのチアリーダーを裏切るパターンもありますね。なんか俺そっち結構好きだね。やっぱりなんだかんだで2番手でいることに、なんかその屈辱を覚えてた、なんか今までのそのわだかまりだとかがそのたまりにたまって、あんたなんか知らないわってなるようなシーンに、やっぱりねすごい興奮するし、であとはこのなんか親友を切り捨てたチアリーダーは絶対ろくな死に方しないので、まあそこも含めてあの後でどんなあの悲惨な目に遭うんだろうなってのがね楽しめるから、やっぱこのなんかねカースト制度とこのホラーはねすごいシナジーあるんだよね。やっぱりそのあのね、頂点に君臨するものが、そのなんかあの、崩れる瞬間も正しければ、やっぱこいつは頂点である、あの、ゆえんがあったな、みたいなので、特にその、ジョックのキャラクターとかは、やっぱりそれ、あのね、ジョックでいいやつあんまいないんだよね、基本的には。ただそのジョックが、そういうピンチになった時に、まあ、先陣切って、そのリーダーシップ発揮すると、まあ、やっぱこいつはその、そういう素質があったんだなっていうので、なんか納得ができるから、まあそうですね。なんかあの、それはそれで好きかな。まあただあの、ジョックとあの、クイーンビーは基本死ぬ運命にあるので、それをやっぱオタクが見て楽しむのも、なんかホラーの、面白いポイントなのかな。あとね、そう、ジョックの親友みたいな、ジョックとゴブでいるけど、ジョックの親友はね、カースト的に言ったらね、サイドキックよりも下なんだよな。なんかね、なんか俺あのカースト制度はわかんないけど、だってあのサイドキックに逆らえないんだよな。なんかそのジョックの親友ぐらいは。ジョックなんかもうちょっとさ、ね、あの、いや俺の親友が言ってることなんだから、あの、なんか、ね、ちょっとあの立ててやれよみたいなで、立ててやればいいけど、少なくともそのジョックの親友では絶対にあの、クイーンビーには逆らえないから、うん、クイーンビーはマジであの、そのジョックと互角の力を持ってるから、だからその覆らないね、アメリカのあのハイスクールカースト制度、俺むちゃくちゃ好きですね。であれがあるからね、映画分かりやすいんだよな。なんかあの、なんかこいつってどういう感じなんだろうみたいな、なんかあの力関係がね不確かなものがないから、そこがいいかな。あとあの最近俺がおすすめしまくってるこのインサイドヘッド2もね、そのハイスクール制度が一応あの垣間見えますね。まあさすがにディズニーだからさ、そんなあのギトギトしてないけど、あのなんか赤い髪のあのバレンティナ・オルティスとかいうあの女の子の先輩とかは、あれはもう完全にクイーン B ですね。だからあの、インサイドヘッド3でハイスクール編が始まるの非常に楽しみにしてます。まあというわけで人気者の利己主義者、もう個人的にはね、これもう壁に刺さりまくってるカードなんで、もうあの全てにおいて星5ですね。最高のカードだよ、これ。これマジで好き。うん。こいつのサイドストーリーとかやってほしいもんな。だからそうね、あの、なんか見捨てられた親友の復讐みたいなカードとかも出てきたりするといいよね。うん。だからこれでゾンビ化した親友みたいに襲われて最後死ぬみたいな。うん。あなたと親友でよかったわ。あなたを食べられるからみたいな。なんかそういうフレーバーもあるといいね。あとちなみにこれね、ダスクモーのね、カードのね、フレーバー俺結構読み飛ばしてるけど、好きなのめっちゃあるのよ。うん。なんかあのフレーバー多分過去セット以上っていうか、多分俺がその、なんか映画好きだから刺さってんのが、多いのかもしんないけど、フレーバーめっちゃいいですね、今回のセットで。次のカードで、次のカードが霊障的な一匹狼、2マナ3一で、こいつブロックされない、強、マジか、あ違う、高齢にはブロックされないか、高齢にはブロックされない、もう大半にブロックされんじゃん。
で、生存達成してると、タップ状態である場合はライブラリーからカード探してきて墓地に置くを選んでもより強いな。まあ、2万の31でタップ状態になるだけで、ライブラリーからカードを引っ張ってこれるわけでしょ。なんかありそうだよな。だって何でもいいんだもんね。スペルでもクリーチャーでも。まあ、なんかいろいろありそうだけど、2万の31でノーボ連発できるわけでしょ。で、高齢にブロックされないっていうのが、もうマジでインクの趣味だね。まあ、リミテッドではよくあるやり取りになるだろうけど、まあ、構築フォーマットにおいては、まあ、ブロックされる、まあ、3、1で、まあ、されなかったら、まあ、墓地における、どうだろうな、これ。なんかありそうだけどな。さすがにこんだけ簡単にノーボ連発するのは魅力的だし、あと、まあ、細かい話すると、最近のモダンホライゾン3の、タルモゴイフのコマンダーデッキは、あれ、タルモがさ、墓地落ちたら戦場出てくるっていうギミックがあるんだよ、戦場以外から。だから、あれで、まあ、デッキからタルモ落とすことで戦場出てくるっていう、まあ、そういうギミックが誘発させれるかな。まあ、ジェネラルいるとき限定だけど。まあ、2万の31だからちょっと、まあ、期待できそうだけど、なんかでも、まあ、普通のアグロとかに入れるようなカードじゃないからね。なんか、特殊ギミックを持ったデッキに使えるかもしれないけど、まあ、基本的には使えないかな。構築星3ぐらい。で、まあ、リミテは普通。で、次。で、次のカード、イサミ肌の吸血者。4マナ25で違和感と、このサイズに違和感を覚えるんだけど。あなたがコントロールしているエンチャント1つが戦場出るたんび、および1つ部屋が解放されるたんびに、プラにプラゼロ修正とハンコンと。なんか思ったよりも、なんかイラストからはあんま思いもしない能力だったな。まあ確かに元気そうだからハンコン持ってそうだけど。まあ吸血鬼で、そうね。まあエンチャント出て解放で、まあパワー6とかまで目指せそうだから、まあ4マナ25で普通にってか、なんか今回これさ、地上めっちゃ固まるだろ。なんか25ってこんな簡単にいちゃダメじゃない？超膠着しそう。25って結構だよ。こんな簡単に25しかもプレイアブルな能力でいたらさ、もう飛行かアンブロしか殴れないんじゃないかな。まあでもアンコモンだからまあそりゃそうか。まあ一応そんなに戦場に出てくるようなレアリティではないけど、まあ出たら困るカードでした。で、次のカード。で、次のカード、暴力への屈服。2マナのインスタントでクリーチャー一体にプラニプラニ修正とハンコンと。なんか思ったのと違ったな。俺なんか除去かなと思ったけど、暴力を放つ方だったんだな。で、黒でプラニプラニとハンコンってなかなかないね。てかタフネス上がる黒のパンプってマジで少ないんじゃないかな。なんかプラ3プラ1みたいなのはあったような気するけど、プラ2プラ2っていう上がり方は見たことないんじゃないか。で、ハンコンでしょ。いや、これ結構強いんじゃないかな。なんかプラ2プラ2っていうのは、わりかしその戦闘でも一方殺取れる習性なんで、で、それにハンコンあったらね、まあ、ダメージレースもぶっ壊れるんで、結構強そうなカード。まあ、構築もね、なんかハンコンってね、結構突然スタンダードのサイドカードとかで、ワンチャンあったりするから、まあ、それ考えると構築もなんかノーチャンではないけど、まあ、基本リミテ用のカードって感じですかね。で、次のカード。で、次のカード、最後の復讐。1マナのソーサリーで追加コストでエンチャントがクリーチャー1個サクると。で、クリーチャー1体対象として追放する。まあ、なんかよくあるその黒の、まあ、軽い除去だけど、まあ、追加コストが必要系カードですね。で、最近のこういうなんか黒のさ、追加コスト必要系のカードは、まあ、クリーチャーサクリの他にも、なんかマナで追加4マナだとかさ、まあ、そういうのが選択肢あったんで、まあ、マナの追加コストっていう選択肢がない代わりに、まあ、エンチャントも、まあ、いけるようになったと。で、クリーチャーも除去じゃなくて追放だから、まあ、死亡誘発とかも起きづらいので、まあ、そこは強いかな。で、今回ね、エンチャントはいっぱいいるけど、エンチャントトークンはないから、まあ、なんだかんだで、その追加コストとして、2対1交換になっちゃうんじゃないかな。まあ、あとは、まあ、クリーチャートークンとかで、まあ、その無駄なくサクってっていう、感じですかね。まあ、どうだろうな。まあ、さっきのとりあえずチアリーダーは誘発するな。チアリーダーで一点誘発するから、まあ、それでお茶を濁して除去るっていう感じかな。まあ、でも結構、まあ、1万で打てるってね、そこの店舗に価値があるのかもしれない。あとは、まあ、構築であるかな。まあ、構築だとね、エンチャントは役割があるんで、まあ、役割サクって除去みたいなのは結構強いと思うから、まあ、どっちかっていうと、なんか、構築にワンチャンありそうなカードでした。で、次のカード。で、次のカード、これレアのカードで、もうマジでやばいね。止められる残機。3マナ23設置で、プレイヤーに戦闘ダメージを与えるたびに、そのプレイヤーのライフの、端数を切り上げた半分を失うっていう。切り上げた半分だもんな。だから多く減るんでしょ？っていうのでさ、これブロックされなかった段階で、もうなんかダメージレースの加速度、やばいよね。著しいよね。だからこれ20点のライフに2与えた瞬間に、18半分9でしょ？すごいね、クロックとして。
極端すぎるよな。で、死亡した時にこれの上にカウンターがない場合は、麻痺カウンター2個乗っかった状態で戦場戻すっていう。だから、死んだら死んだで戻ってくるのもね、えぐいね。で、2-3摂取だからさ、まあ、ブロック行って、その相打ち取っても、また帰ってくるわけでしょ。なんかこの絶対殺すマンの殺意すごいよな。というわけでね、なんかそのライフを半分にするだとか、ライブラリを半分にするだとか、もうなんかを半分にするものって基本的にマジック・ザ・ギャザリングだとね、もう弱いんだよ。もうマジでね、半分は全部弱いんだけど、ちょっとこんだけ殺意全開の半分マンは、さすがに強いんじゃないかな。スーパー・ザ・センターマンだもんな。必ず半分にする。しかもまあ、接しあんのが偉いね。なんか一方殺じゃなくて、相打ちなわけじゃん。何があっても基本的に。だからなんか基本的に使いたくないギミックっていうか、その半分とかがめんどくせえからさ、使いたくねえなと思うけど、ちょっとここまでね、殺意むき出しだと、ちょっと強いんじゃないかなっていう風には感じるかな。てか、これで弱かったらもう半分っていう概念が呪われてるだろ、マジックにおいて。いや、構築ね、まあ、3マナ2、3摂氏なんてものを出してるテンポはどうなんだいって思うかもしれないけど、除去っても帰ってくるし、戦闘で相打ちしても帰ってくるし、弱い要素を教えてほしいよ、俺は。強すぎるだろう。マジで強いと思うな、これ。で、あとなんかね、イラスト違いね、後ろになんか変な、なんか骨のドラゴンみたいなのが書かれてて、まあ、そのイラスト違いもま、存在してるらしいですね。まあ、今回結構いろんな種類のカードになんかこういうちょっとしたイラスト違いバージョンがあって、まあ、ね、言われなかったら気づかないレベルのやつもいるんだよね。特になんかノリンとかは本当にね、なんか言われても分かんなかったもん。何が違うのっていうぐらい、そのちょっとした違いのカードが多いから、だからま、そのイラスト違いっていうので、ちょっとま、そのバージョン違いを楽しめるっていうところもあるけど、これ、ま、人によってはさ、その絵柄揃えたいっていうので、まあ、相当嫌がられるんじゃないかな。その、競技でマジックしてる人とかだと、そのデッキに入ってるそのカードの枚数悟られないためにイラストを揃えたいっていう気持ちの人、まあまあいいんだよね。まあ、俺の友達のゴーとか。枚数はすごい如実で、もう絶対揃えたいっていう、もうそこのさ、ビビたるアドバンテージ絶対勝敗変わんないけど、だからもうやっぱりその、0.1% でも冷たいみたいな気持ちがあるからなのか、やっぱそのイラスト違いとかは嫌がる傾向あったけど、だからこれとかも嫌がるのかな。だから今までさ、そういう人たちはまあプレイブースター版のカードだったら大丈夫っていうもと、パック買ったりだとか、そのシングル買ってたけど、もうついにプレイブースターでもそういうのを許さないようになってきましたね。まあ、止められぬ残機に関しては絶対強いと思うから、まあ、このバージョン違いがあるってことで、なんか集めづらい集めやすいがあるのかもしれないですね。で、次のカード。で、次のカードが邪悪との対話。3マナのソーサリーでライブラリー4枚見て1枚を手札に加えて残り墓地を置いた後3点ライフ得ると。まあ、シンプルだけど結構強いんじゃないかな。3マナで、だってまあ、得られるアドバンテージっていうか、まあ、手札に来るのは1枚なんだけど、まあ、4枚から厳選した1枚と、まあ、3枚墓地を置けるっていうので、まあ、紅葉とか達成もできるし、あとまあ、そのフラッシュバックだとかさ、まあ、墓地から復活ギミックのカードとかは、アドバンテージになるんで、そうね、まあ、4枚から1枚で残り墓地で、で、3点ライフ得るがすごい大きいと思うな。その3マナで、まあ、4枚見て1枚ハンドに加えるっていうカードだと、なんか近畿の錬金術っていう、まあ、青のさ、スペルがあって、で、それはさ、フラッシュバックもあって3マナだったから、あれから考えるとさ、ソーサリーになってフラッシュバックもなくてってので、なんかすげえみみっちい感じはするけど、でもね、3点ライフって超でかいんだよね。こういうスペル打つさ、テンポロスを3点ゲインで、しのげるかと思うと、なんかこれはね、かなり強い気はするなぁ。序盤なんかコントロールデッキとかが、まあ、とにかくそのランドを置いていくためだとか、まあ、その全除去探しに行くためだとかでも強いと思うんで、まあ、構築、なんかそのスタンダードパイオニアとかでありそうな優秀なカードだなと思いました。ジャークとの対話。まあ、どうだろうね。その近畿の錬金術比べると、ソーサリーだしフラッシュバックもないしってので、めちゃめちゃ弱く感じるけど、でもなんか3点ライフってすげえでかいから、3点の火力超大きいんでね。そこに価値あるかも。で、次のカード。ダスクモン戦慄の方、どこよりも早く予約受付中。シングルスター。で、赤のカード、まず1枚目が不尊なグレムリン。2マナ22白で、あんたがコントロールしていてパワー2以下のクリーチャーが戦場出るたびにカード1枚捨ててもよい。で、そうした場合はカードは引けるけど1ターンに1回しか誘発しないけど、まあそれでも十分強いな。2マナ22白でもう全然悪くないスタッツにこのルーティング能力でしょ。で、誘発条件も緩いからな。なんかちっこいの出してれば毎ターン誘発するから、まあランドとか切り詰めてても、そうね、土地詰まることもないだろうし、
まあ、その終盤不要なさ、なんかあの、まあ、1マナ2マナのクリーチャーとかガンガン引いちゃってもこれで捨てれるから、まあ、アンコモンらしいめちゃめちゃいいカードですね。なんかもうちょっとあったらね、構築でもあったかもしれないけど、ちゃんと構築では無理なサイズです。で、次のカード。で、次のカード、小殺への恐怖。そりゃ怖いわ。小殺。6マナ44で戦場出た時に各対戦相手に4点ダメージで、結構とどめで使えそうですね。で、紅葉達成してると、あなたがコントロールしている発生源が、対戦相手に戦闘ダメージ以外のダメージを与える場合は、そのプレイヤーがコントロールしているクリーチャー1体対象として、それにもその点数のダメージを与えられると。なるほどね。だからまあ紅葉達成してればまあ対戦相手4点プラス戦場にも4点与えられる。まあでもこれがなんかとどめの1台になる試合はねすごい多そうだな。で6マナ44だからまあスタッツはねまあ別に悪くはないけど良くもないかな。まあ許容できるサイズで、まあよく使われるカードになるんじゃないかな。全然ライフ詰めないデッキとかでもね、まあ、4点ってその全体ライフの5分の1だから、まあ、なんだかんだで、まあ、最後とどめ行く時のなんか1ターン分早くしてくれたりはすると思うんで、全然なんかそのライフ詰めないようなリミテッドデッキでも使えるカードだと思いました。で次のカードで次のカードが目標の強奪。2マナソーサリーで追加コストでカード1枚捨てる。でカード2枚引いて捨てられたカードが土地カードじゃない場合は対戦相手に2点ダメージ与えるっていう、まあなんだろう、なんか胸躍る可能性のなんか火力がついてるバージョンだけどソーサリーっていう、なんかまあなんだろう、強いか弱いかなんか絶妙だな。2点って結構でかいな。なんかねこの手のそのまあ2マナで赤でさ、そのハンド切って2枚引くっていうカード多いんだけど、これ2点ついてるとね、なんか途端にそういうなんかバーンっていうか、まあアグロみたいなデッキで組んでもこの2点っていうテンポはそんな悪くはないんで、そうね、ハンド入れ替えながらドローができるっていう、ちょっと良さげなんじゃないかな。なんか今までにないデザインなんで、これ3点だったら間違いなく強かったけど、まあ2点だからどうなるかっていうところですね。あとまあその捨てたカードが土地の場合は何も起きないから、まあそのなんかアグロ系のデッキとかはさ、その土地がさやっぱ必要以上にあってもしょうがないからってので、その土地捨てるケースが多いわけだけど、まあ逆にその土地が詰まってるからまあ土地以外を捨ててあのまあ引くっていうのもあるんだけど、土地捨てた時に何も起きないのはちょっと寒いな。まあでもどうだろうな。なんかこれいいバランスな感じもするかな。なんか構築ちょっといけそうな気するね。まあ絶妙だけど。まあリミテもまあ2点はそんな悪くないと思うんで。そうですね。まあそれに期待かな。で次のカード。で次のカード、裏切り者の駆け引き。2マナインスタントで追加コストでエンチャントがクリーチャーである一つを削るか2マナ払うと。あ、だからまあ4マナでも打てんのか。で、クリーチャー1体対象として5点ダメージ与えて、そのクリーチャー死亡の場合は追放する。まあ5点火力で追放ついてるのと、あとインスタントだからなんか除去向いたクリーチャーとかを追加コストに変えることもできるんで、普通に強いんじゃないかな。まあ4マナインスタント5点火力追放が全然プレイアブルだからな、なんなら。うん。さすがアンコモンだけあって、なんかただ強い火力カードですね。構築でもあるんかな。構築でも、まあ、クリーチャー作りがね、ちょっとまあ難しいけど、まあ2マナでシェオルドレッド焼けるっていうので、それが良いのかもしれない。ワンチャン構築でも見るかもしれないけど、まあ基本はなさそうだな。なんかあの、後ろのメガネかけたおっさんのなんか、うさんくささたるややばいな。こいつが一番うさんくせえだろ。なんかこれニコアリスがなんかあの裏切り者みたいにさせられてんのかな。これは俺の出口だ。あんたはあんたの出口を探しな。ウィンターからニコへ。ウィンターが言ってるように見えねえんだけど、ニコが言ってるように見えんだけど。ウィンターからニコへ。それもなんか後ろのおっさんが怪しいな。こいつが、こいつのが怪しいな。で、次のカード。で、次のカード、食べる方の手。そんな方、手はない。食べる方の手なんていう手はない。食べる方の手ってなんだよ。2マナ22で紅葉達成すると、なんか、アタックする、参加するためにプラ2プラ0と威迫を得ると。あ、結構強えな。食べる方の手強えな。俺にはない手だったわ。食べる方の手ってなんだよ。右手のことか。まあ、確かになんかそういう言われ方したな。右ってどっち？食べる方の手だよっていうのなんか、確かに言われた気がするな。そういうことか。まあ、紅葉達成したら途端に化け物だね。だって2マナ42威迫だからな。なかなかこれすごいね。なんかあの、コモンとは思えないな。リミテッドブレイクしに来た感がすごいカードだった。食べる方の手でした。で、次は緑のカードの紹介です。で、緑のカード、まず1枚目。内気な獣。5マナ54で、怖っ、これどうなってんの？顔どこ？顔どこでもいいのか。5マナ54で死亡した時に戦慄よりする。で、まあ普通に強いね。まああの、そうね、死んだら死んだでクロックになるし、まあ5マナ54だから、ただ54もね、54も32とかと同じでね、弱点なんだよな。
やっぱその4ってまあまあいるんだよね。パワー4持ってるやつはまあまあいるんだよ。そんな4243とか41とかさ、まあ41めったにいないけど。だからこれ55か54かでね、大きな違いだったな。マジでパワー5持ってるやつは途端に減るからね。うん。だからね、まあどうだろうね。まあ強いか弱いか。まあトランプルとか持ってたらよかったけどね、持ってるわけじゃないから、普通に何かしらと相打ちして、はいさよならって感じるカードな気がするかな。ただ戦慄用事ついてるから死んでも損はないんで、まあそのアド損しなさがどれぐらい強いか。まあアドだけで考えたら強いけどな。ちょっと昨今わかんない。昨今結構テンポとかも気にするようになってきた。で、次のカード。で、次のカードは人無価で、4マナ34到達で戦場出た時にカードを捨てるか2マナ払うを選んでもよいで、そうした時に部屋一つ対象として破壊すると。あ、結構強いね。まあなんか、すぐに破壊しなきゃいけない部屋だった場合は、まあ4マナ34出てきてハンド切ったらさ、別に4マナ34にディッチャがタダでついてきたって考えたらいいわけじゃん。ディッチャをタダで打ちましたで、いいから、で、終盤だったら6マナ34到達と、もうディッチャーできるから、これすごい強いな。うん。しかも、34到達だから腐らないからね。全然なんかそれで上だけ見といてってこともできるから、まあ、対空要因として使いつつ、まあ、地上も部屋を破壊できる優秀なクリーチャーでした。で、次のカード。で、次のカードが変異の力戦。まあ、今回登場した力戦サイクルの緑で、ゲーム開始時に手札にあると、まあ、戦場出した状態で、まあ、開始できるので、まあ、すごいテンポアドを得られるんだけど、まあ、一応、そんだけのテンポアドを得られるカードなんで、基本的にはね、まあ、その、マナ相当の能力は持ってないエンチャントです。で、変異の力戦は、唱えるための呪文のマナコストが全部、白、青、黒、赤、緑で払っても良いっていう。なんかこれ、フィフスドーンとかにあったら、泣いて喜ばれたようなカードだな。そうですね、まあ、全部の呪文がこのマナで代用できるっていうのは、そのエムラクールの15マナとかもこれでいいわけじゃな、まあ、かなり極端な感じにはなるよな。これどうだろうね、なんか強いんかな弱いんかな、まあ、4マナ払っておいて、まあ、こういうことやる価値もあるかもしんないけど、なんかパイオニアフォーマットとかでなんかバカ者の呪文とかをこれでやるのはなんか意味あるんかな。なんか意外とね、そのパイオニアにはね、そんな重い呪文のカードってないんじゃないかな。13マナエムラぐらいじゃないか、一番重いので。あー、だからなんかそんなになんかお得感ないんだよね、5色全部払ってっていうので。いや、わかんねえけど、まあ、多分微妙なんじゃないかな、変異の力戦。まあそのリミテッドではぐるぐる回るカードでしょうね。で、次ランカンワーム。5マナ55で打ち消されないトランプル速攻。もうすごい青へのヘイト感が半端じゃないね。で、紅葉達成すると4マナで、最終カウンター乗った状態で戦場戻せると。うわ、すごいな。超シンプルなコントロール殺すマンでございます。打ち消されないしトランプル速攻だから、まあいきなりガツンと打点入るし、まあ終盤も紅葉で復活してくるしっていうので、めちゃめちゃきついですね。まあ、ただ5マナでクリーチャーを唱えるっていうのが、やっぱ昨今ね、すごい、なんか4マナと5マナにものすごい差があるからな。ただまあ一応ファウンデーションズ出ると、まあラノエルが出るから、なんかこの辺の5マナのカードとかの評価も変わるんじゃないかな。まあ一応そのマジック・ザ・ギャザリングにおいて緑はね、そのクリーチャー最強のカラーだから、まあその名に恥じないね、破壊力を持ったカードではあるけど、どうだろうな。まあ、5マナ55、トランプル速攻。まあ、シェオルも突破できるし、打ち消されないし、まあ、打点も貫通するし、すぐ殴れるし、悪いところはないし、しかも紅葉達成したら終盤突然出てきて殴りかかってくるし、まあ、相当ライフ減されちゃった後とかでも、ちゃんと20点削れるぐらいの破壊力はあるんで、強そうには思うけど、まあ、ファウンデーションズ出るまでは微妙なんじゃないかな。やっぱり今もラノエルがない状態だと、どんなに強いね、クリーチャー緑作ってくれても、そのもう5マナ剣とか、全部微妙なんだよな、結果としては。うん、だから多分今のところは微妙。なんか後々強くなるかも。で、次のカード。で、次のカードが古文のカードで、用心深い番犬。2万の31で戦場出るか死亡した時に重宝1を行うと。まあ出ても死んでも重宝1。で、まあ2万の31なんで、まあそうですね。まあパワー3あるから、リミテッドでは、まあこっち先手で出して、まあ相手がそのなんか2ターン目とかにブロッカー出なかったりすると、まあ殴って、その除去して殴って除去してみたいな。まあそういう好循環生まれやすいんじゃないだろうか。まあ用心深い番犬、あとまあその重宝が、まあ今回紅葉あるから、まあ普段以上に重宝強いんじゃないかな。あとまあその前回さ、紅葉が出現したイニストラードを追うかけよりも、はるかにその紅葉達成しやすいと思うから、やっぱ重宝こんだけあると。まあとはいえ難しいとは思うけど、やっぱりその紅葉とのそのシナジーもいいんで、
普通に強いんじゃないかな。まあ11と相打ちするのが寒いんで、まあ環境にどれぐらい11がいるかだけど、まあ11のあの高齢トークンっていうのがいたからさ、なんかそれと相打ちするってので、まあちょっとそのタフ1はね、多分弱点にはなるカードだなと思いました。で次のカード、で次のカード、腹黒だけ1マナ12で2マナで探ることで以下から1個選べる。アーティファクト1個破壊するか、エンチャント破壊するか、カード1枚引いて手札にあるランドをタップ状態戦場させる。まあすごいね、結構緑がやれることいろいろやれてますね。まあ1マナ12で、まあそのなんかあの対策系カードだけど、その構築に入れれるような対策系カードじゃないよな。1マナってので軽く出せるのはいいけど、まあ、起動に2マナかかるは、その1マナ12が対策してない間何の役にも立たないっていう悲しさたるやだよな。なんかね、アンコモンのカードだから期待したけど、まあ、アンコモンであるゆえんはもうほぼリミテッドでの活躍だけなんじゃないかな。そうだね。なんか、全然強くないな。なんかアンコモンにしても微妙な感じの性能な腹黒だけでした。なんか2マナ22ぐらいだったらね、なんかわかるけど、1マナ12っていうさ、一番そんなスタッツとして微妙なところで出てこられたから、なんか弱いカードだなと思った。で、次。で、次が草むした盲信者。2マナ04でタップしたら好きな色1色加えられる。で、タップしたら好きな色2色加えられるけど、パーマネントを表向きにするためにしか使えないっていうので、まあ2マナブーストできるけど、下の能力はかなり限定的ですね。まあその戦慄用事しても、全然土地土地とかさ、そのスペル土地とかあるからね。戦慄用事してもね、外す可能性ってもういくらでも考えられるから、まあ、特にそのデッキの半分近くは土地だから、まあ、土地土地ない展開じゃないからな。まあ、普通に2マナ04のマナクリがどれぐらい強いか次第かな。で、04っていうので、せっかくあのケツデカなのにもかかわらず、やっぱマナ出したらブロックにはいけないから、そうですね。まあ、まあ、でも終盤そのスペル構えたりするのとかには強いか。あと、ま、出たターンとかに火力で焼かれないっていうので、まあ、マナクリって強いけど、やっぱりそのマナクリ出された側は何としても除去しようっていうので、まあ、除去狙ってくるけど、これだったらやっぱ除去狙いづらいから、まあ、よくあるそのセットの、そのマナクリとしては強い方なんじゃないかな。結構なんか活躍しそうで、次のカード。で、次のカード、雑食性ハエトリグス。もうすごいね、ハエ取るのにこんなに本気出す。まあ、3マナ24で、紅葉達成してるとアタックするか戦場出るたびに、クリーチャー2体に、まあ、1体が2体にそのプライチカウンター2個分を割り振って乗っけると。で、さらに墓地のカードの種類が6種類以上だった場合は、その超紅葉してる場合は、プライチカウンターが2倍になるっていうので、まあ、そうね、1個ずつ乗っけて、まあ、2個にもなるし、まあ、もともとそのプライチカウンターの塊みたいなクリーチャーだった場合は、そうなんかもう一気にその6個とかさ、10個とかになるわけか。まあ、雑食性ハイトリグさ、まあ、強いか弱いかで言ったら、なんかまあそのリミテボムとしか言いようがないんじゃないかな。その3マナ24っていうスタッツもなんか構築向きじゃない感じがするからな。あとこの超紅葉がね、基本無理だろ。6種類以上ってさ、土地クリーチャーソーサリーインスタント、アーティファクトエンチャントみたいな、なんかもうその考えうるほぼ全てのカードタイプだって。バトルとかプレインズウォーカーとか基本ないから、あとその同族とか、そこの3個に関してはもう基本的にないからね。だからもう全部のカードタイプ落ちた時だけ最強になるんだな。だってプレインズウォーカーもセットに1枚しかないもんね。だからまあその下の紅葉はもうリミテッドも不可能だし、まあ構築フォーマットでもさ、不可能だから、なんかまあすごい極端なカードでしたね。なんかこれ、元ネタあったな、こんな映画。なんだっけ？なんかリトルショップなんとかズみたいので、なんかこういう映画ありました。か、もしくはメタスラの4面の雑魚的か、まあどっちかでございます。で、次のカード。で、次が多分あれマルチのカードかな。で、次マルチのカードです。で、マルチのカード1枚目が成長する戦慄。シミックから2マナエンチャント瞬足。で、戦場出た時戦慄用事すると。で、パーマネント以降は表向きになるたびにそれの上にプライチカウンター乗っける。あー、まあなるほどね。まあその戦慄用事して表返ったやつが、まあサイズ1個上がるし、まあ最低でも2マナ22相当なんで、まあ損がない、まあアンコモンのカードでございますね。まあ普通に強いんじゃないかな。戦慄用事がどれぐらい出るか次第だけど、まあなんかそこまでね、でっかい恩恵はもらえないけど、まあとはいえ、まあ2マナ22で最低限あるし、そうですね、まあ弱いカードではないと思う。あとはそのシミックの戦慄用事っていうアーキタイプが強いかどうか。で、次のカード。で、次のカードが無限への恐怖。3マナ22非行反抗。もうこの段階で強えな。
で、ブロックできないけど、違和感があって、違和感達成されると墓地にあるこれを手札に戻せるっていう、なんか、まあ、ディミアよくやるな、このギミック。ディミアカラーの、なんかお家芸というか、なんかアンコモンとかでよくあるね。まあ、手札に戻れるけど、まあ、その戦場に出すのにまたマナはかかると。まあ、ただし3マナ2に飛行反魂だから、そうね、まあ、回避されずにライフ得ていけるわけなんで、結構強いんじゃないかな。まあ、ただ、手札に戻れるっていうのがあるけど、ブロックにはいけないから、なんかそういうなんか無限ブロッカー的な使い方はできないカードでした。まあまあまあ強いと思った。で、次のカード。で、次のカード、巧みな語り部。なんかすげえうさんくせえな。このジジイのうさんくささレベルたるやだよな。昔は、なんか50年後のマジックおじさんみたいなの。なんか昔はマジック・ザ・ギャザリングというゲームがあってのみたいなで。あってのってやだな。なんかもうなくなってるみたいだからな。まあ、ある前提で、わしはその、インベージョンからやってたんじゃ。え、そんなやついるのかよ。インベージョンからやってるやつなんか、もうみんな死んだんじゃないのみたいな言われてるマジックおじさんでございます。3マナ33で生存持ってて、うわ、すげえ生存してるわ。第2面開始に、まあ、タップ状態だったら、クリーチャー一体にプライチカウンター乗っけると、うわ、なんかすごい、すごいなんか優しいセレズニア的能力、まあ強いね、でも。生存してるだけでどんどん戦場のクリーチャーでかくしてやれるからな。まあプライチカウンターってね、やっぱ強えよな。高級的にサイズアップってもう基本リミテで強いからね。リミテッドでプライチカウンターギミックが負け飽きってほぼないんだよ。大体プライチカウンターが飽きタイプなの強いから、まあセレズニア今回も強いんかなというわけでちょっと期待できそうです。で、次のカード。で、次のカードがドクロ鳴らしの嫌がらせ。ディミアからの2マナ1音飛行で違和感達成すると、諜報1を行うと、まあシンプルだな。1音っていう謎のケツデカに対してこの飛行で殴りに行く。なんかもうどっちしたらいいんだろうな。なんか、待って、この嫌がらせしてるやつ、これイラストどうなってんの？なんかなんかこのバケモンに対してさ、正面にいる人間のなんか平面感がすごいんだけど、これなんだろう？なんか世界観怖えな。まあリミテでは使う性能ではありそうだな。強いカードかも。で、次のカード。で、次のカード、ベアトラップ。まあ、クマが引っかかるやつですね。まあ、1マナで瞬速で出てきて、3マナ起動でサクると3点ダメージ。まあ、シンプルながらも、まあそのカラー使わないからね。なんかその除去が少ないなって思った時とかに、まあ除去足しやすいんで、なんかシールドとかだったら強いんじゃないかな。やっぱなんかこのカラーにボムがあるからこのカラー使いたいけど、このカラー除去1枚もないじゃんみたいなね、本当にシールドでよくあるから、そういう時に、あ、そんな時にベアトラップがっていう、なんか助けてくれる、そのいぶし銀なカードな感じがするね。まあタフさんまでしか焼けないけど。まあ一応4マナで即座にやれるから、まあ、4マナで3点火力だと思えば、そんな悪くない性能です。で、次のカード。で、次のカード、呪われた画面。これすごいセンスあるね。3マナのマナファクトでタップすると白か黒が出るのよ。で、1点ライフしてらうと、その緑、青、赤が出るっていうので、その普通のテレビだとその白黒しか出ないけど、色が出るとなんか不吉ですみたいな、なんか多分そういうイメージなんだろうな。だ白黒は無料で出るんだよね。だからカラーテレビにするにはちょっとお金がかかるという。まあそういうギミックです。で、7万払うとプライチカウンター7個乗っけて、その00のスピリットクリーチャーになると。ただし飛んではいないと。これ飛んでたらね、途端に強かったけど。まあ飽きたらそのクリーチャーに変えられるから、マナファクト兼フィニッシャーにはなるっていう、まあギミックではありますね。で、別になんかその00のトークン出すわけじゃなくて、こいつがそのままクリーチャーになるから、墓地行かねえんだよな。で、あと、ま、この効果1回しか起動できないから、そのなんか何回も何回も起動してどんどんでかくするみたいなことができないので、それできてよかったよな。なんかそういうギミックかなと思ったけど、それもないから、そうだね、ブルームバローで初登場した、このターン1回とかじゃなくて、1回しかっていうのが、ここでもやってきましたね。まあ、ただ1回しかっていう言葉は、やっぱ、なんかカードのなんか、拡張性の上で必要だと思ったから、まあ、今後も出てくると、そうね、カード作りやすいなとは思いました。呪われた画面。まあ、強いか弱いかで言ったら、まあ、3マナのマナファクトがね、基本弱いんだよな。3マナのマナファクトって、リミテッドでも強いことほぼないもんな。なんかフィニッシャーになるっていうのがまあどう出るかだけど、まあ、普通の概念で言ったら微妙なんじゃないでしょうか。で、次のカード。で、次のカード、殺戮箱。殺戮箱3マナ24でアタックするたびにターン終了時までプラ4プラ0修正受けるを選んでもよいと。で、そうした場合は終了ステップにこいつ桜なきゃいけない。なるほどね。まあ一応1回こっきりだけど、まあ6、4で殴れると。だからまあ、とどめ刺すときとか、なんか2段攻撃得れるときとか、まあそういうときに限り、まあそのびっくり箱のようにバンと飛び出て、でかくなると。
まあ、ただしびっくり箱にびっくりするのは1回だけなんで、もうあのびっくりしなくなったらこいつはもう寂しくて死んじゃうっていう感じなんだろうな、殺戮箱。わからん、これ強いか弱いかも。なんとも言えないね。まあ、どうだろうな。3マナ24だから、元のスタッツ悪くないからね。色使わないで3ターン目に出てくる24は、まあそもそもまあまあ強いから、まあなんか能力これまあおまけっていうか、まあリーサルで使えたらかっこいいよな、的な感じなんじゃないでしょうか。で、次のカード。で、次のカードがまあノコギリですね。まあ英語名がそうで、あの有名ホラー映画そうをちょっとイメージしてる感じのカードにはなってますね。2マナアーティファクト装備品で、まあ装備クリーチャープラ2プラ0修正。で、装備クリーチャーアタックするたびにそのクリーチャーでもこれでもないカードを探ることでワンドローできるっていう。で、まあ装備コストが2マナなんで、まあフライヤーとかにつけると、まあパワー2段階上がって、まあ、フィニッシャーにもなるし、まあ、いらないものを削ってドローにも変えられるから、ただ今回いらないもんってあるのかな？なんかその、食べ物トークン、宝物トークンとか出るわけでもないから、なんかこういう時にね、削りやすいパーマネントっていうのがマジでないんだよな。うん。だから普段のセット以上には使いづらいけど、まあ、能力として見たらまあまあ強いかな。あと装備品どんぐらいあるんだろうね。装備品はやっぱりなんかその、回避能力持ちとかに持たせることで、まあ、迅速にゲーム終わらせられるんで、ちょっと装備全般見てないけど、まあ、強いんかな。で、次のカード。で、次が今日最後の紹介のカードで、土地カード、高爆なる変幻地でございます。まあ、進化する未開地と全く同じカードで、なんかもう長年、このカードと進化する未開地何が違うんだっていうのを、まあ、疑問に思ってるけど、その答えが出ることはないですね。まあ、生きに捧げることによって、まあ、ライブラリーから基本土地カード1枚をタップ状態で戦場出すと。もう全く全てが進化する未開地と同じですね。まあだからまあ名前違いでしかないんだけど、そうだね。まああのリミテッドにおいてはね、まあカラータッチするときとかには強いんで、うん、なんかこんなカードだけれども、やっぱあるとあるでありがたいカードではあるかな。まあそれ以上でもそれ以下でもないという、まあなんともその説明というか形容しがたいカード、高爆なる変幻地でございました。はい。というわけで、今日のカード紹介以上になります。いかがだったでしょうか。でも今週のね、13日には、まあ、プレビュー期間が終わるんですよ。その13日に全部終わるっていうのがなかなかちょっとシャレ聞いてていいけど、まあ、13日の金曜日にね、13日の金曜日か。やばくね？すげえシャレてんな。13日の金曜日に、まあ、すべてのカードプレビューが終わるんで、まあ、そうですね。まあ、それをもって、このダスクモーン戦慄の館が、まあ、どれぐらいお買い得なセットになるかっていうのがわかると思いますけど、まあ、現段階で、まあまあ土地強いし、あとまあ単純にね、俺そのホラー映画っていうか、まあアメリカ映画好きなんで、まあそのアメリカ映画のね、オマージュとかパロディがたくさんあるから、結構ね、なんか令和に入って、なんか最大級にテンション上がってるセットであるかな。なんかやっぱなんだかんだでね、そのアメリカ大好きなんで、なんかニューカペナとか、このダスクモーンとか、そのアメリカのなんかカルチャーをね、象徴したようなセットは好きなんだよな。まあ別にダンジョンズ・アンド・ドラゴンとかもそうだけど、多分なんか、アメリカ映画が好きなんだろうね。だからアメリカの映画でよく見たようなものが好きだから。まあ、ダスクモーンはもうむちゃめちゃ好きなんで、もう俺個人はね、もうかなりぶっ刺さってて、そうですね。まあ、ブルームバロー以上に早く発売してほしいなと思ってるセットになっております。まあ、皆さんもね、思うこといろいろあると思うんで、まあ、今日のね、語ったカードだとか、まあ、それ以外のカードとかでも思うこと、ぜひコメントまでよろしくお願いします。では皆さん、また明日のカード語りでお会いしましょう。さよなら。YouTube メンバーシップのお知らせ。現在開封大好きヨシヒロのチャンネルでは月額490円で限定動画にアクセス可能。旅ロケの映像からマニアックな開封動画まで幅広い動画をお届け。ぜひこの機会にチェックしてみてね。